大家好，我是孔子李慧，请看我的电影，谢谢。皆さんこんにちは、監督の石井優です。映画月が、台湾でどのように受け止められるか、それを知ることが、とても楽しみです、よろしくお願いします。俺ね、今夜この国の平和のためにさ、障害者たちを殺すよ。人を傷つけるのはダメ。人って何ですか？普通の人だと思ってました。普通のことですよ。生きるってことが何なのか分かってねえんだな。じゃあどうしますか？僕を殺しますか？